基本の動作だけど、みんな振って膝っていうのを癖をつければいいだけの話だ。だけどそれ振りっぱなしで力ずくで振った人間っていうのが膝をあとフォローで出すことがないんだけど、それを常にやってるかどうか。だからたまたま出したっていうか癖でね、はい、出したらそれが重要だ。うん。た瞬間にはいってこれが。だから本当に首相撲の練習の成果かなっていう。はい。うん、もうでも矢口代表から聞いて、で昨日何度も見直したんだけど、どの膝かわかんないんだよね。だけども本人も、うん、でもゴツッと言ったのが一発あったみたいで、それが実はすごい効いてて、立ってるのもやっとだったっていう、うん、練習の成果だと思います。まあそんなわけで、まあ昨日初めて、日本のトップ周りが注目をしていた今回のカードを見事に勝利して、今後です、はい、今回いい試合したら必ず次こける選手っていっぱいいるんだよね、うんうん、これで浮き足立ったらダメだし、これからがスタートなんでね、やっぱいい試合した後次の試合が重要です。もちろんレベルズがノックアウト、はい、ノックアウトのビルド取らないからね。取りたいです、はい、じゃあ、今回の、まあ、感想とそれから今後の抱負も含めて、じゃあ何とかで一言お願いします。まあ、東京に応援に来てくれた皆さん、そして名古屋から応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。昨日の試合で本当に初のメジャー団体で有名な兄弟の選手にダウン取って勝利できて、本当にみんなの応援のおかげだと思うし、まあ、次また有名な選手とやるときは必ず勝ってまたみんなの前で勝利をつかみ取るんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。